鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯よ。ただ一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ。長かろうと短かろうと我が人生に悔いはない。このように疑わればこそこらえた涙幾たびか。親にもらった体一つで戦い続けた気持ちをさ。右だろうと左だろうと我が人生に悔いはない。桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ。順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうとうつつだろうと我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。はい、こんばんは。今夜はね、石原裕次郎さんの我が人生に悔いなしを歌いました。2019年9月の27日金曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。はい、で今日は明日明後日が土日休みになりましたんでね、キャンプに行きたいと思います。で今回は奥多摩の方へ行こうと思うんで、また今日また町屋戻って明日にね備えます。明日の始発の町屋の始発で奥多摩に行こうと思うんでね、急ごうね。じゃあ今日も YouTube ライブやりたいと思いますね。急ごう。あら、おかしい。追加されたのができかな。これでいいか。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前指でたどり、後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく。愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた。街の明かりキラキラ、あれは何をささやく。愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、町の明かり、酒井さんの町の明かりを歌いました。2019年9月の27日金曜日の生存確認です。今夜もね、いつもの良さりな生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。でもうちょうど始めた頃にね、星野さんがね、よっちゃんがね、ライブ配信始めたけどしょうがない。今日はね、早めに来ないとね。今日またね、町に帰ろうと思うんでね、明日土日、明日明後日ね、土日休みになりましたんでね、奥多摩の方に行こうと思うんでね、町屋の始発で明日行こうと思うんで、今日のうちもう一回また町屋に戻ろうと思うんで、早めにやりたい。3日目に。あ、こんばんはね。どうも、そんなわけ。クリさんどうもね。うん。アキコさんどうもね。うん。エキさんどうもね。どうかな、配信は。
うん、そんなわけで。じゃあ早速今日のお夜食行こうかな。ハイシングは大丈夫かな？うん。ハイシングは大丈夫？よかったら教えて。うん、まあ、廊下で廊下してるからね。うん。ってことは、今日6時も早かったっていうか、うん、早めに終わった。うん、そんなわけで。うん。それではね、ちょっと、あと、この部屋代とかもね、ちょっと入院手続きもやって、やることやって、またもう一回戻るけどね。うん。つまらなくなったらしょうがない。つまらなくしょうがない。つまらないと来なくていいからね。もう生存確認の一環でやってるからね。どうもね。うん。そんなわけで、明日奥多摩行こうと思うんで、今日もう一回町に戻るからさ。寒くはな、ちょうどいいです。うん。今涼しくてちょうどいいね。じゃあ今日のお夜食早速。もう時間ない。今日のお夜食、お夜食を取り行こうか。生餃子焼いて食おうか。昨日買ったんだっけね、一昨日か。生餃子今日これ焼きます。これで、うん、もったい。でも明日、でも明日奥多摩はさ、始発で行きたいからさ、ね、今大丈夫？走るの。なんとかがあった。うん。脱がないけど、うん。一応定期に買ってっから大丈夫よ。うん。タバコは吸ってないよ。タバコは吸いません。うん。明日奥多摩行こうと思いますんでね。ちょうど土日休みなんでね。で、一回そう言っちゃうと、今日、ここ全然帰ってこれなくなる、空き家になっちゃうから、なるべく今日顔出して、そんだけで戻ってきた。うん、ちょっと炒めてくるね。ちょうどね、焼いてくる。今、餃子焼きます。餃子焼くから、ね、ちょっと待ってね。はい。どうもね、ぶこささんの今、餃子ね。今、餃子焼きますんで。まあ、ぐちゃぐちゃだけどね。餃子無理だな。あれね、生餃子だったからね、
ダメだな、小麦粉がぐちゃぐちゃになっちゃったけど、まあ炒めて食おうと思います。生餃子ってやつ、まあまあ2割引きってこともあってさ、すげえぐちゃぐちゃで、あれトレーからうまく外れなかったんでね、小麦粉の皮がねぐちゃぐちゃになっちゃったけど、しょうがないね。でもまあ、ただ炒めて食い物だから、一応蒸し焼きした。しょうがないね。生餃子で昨日2割引きで買ったんだよね。そんなこともあってさ、小麦がもうぐちゃぐちゃになっちゃって剥がれなかった。なんとか指でぐちゃぐちゃ剥がしてね、炒めてます、今。しょうがないね。今配信が大丈夫かな？配信が、まあ途切れてるかな？なんと、もうなんだろうな、不安で今。まあ見てくるね、冗談見てくる。ちょっと冗談見てくるね、冗談ね。餃子こんな感じ、こんな感じ、南歩いてるね、餃子です。ちょっと小麦粉がぐちゃぐちゃになっちゃったからさ。こんな感じ。あ、起きちゃった。あ、やばい。こっちにしよう。無理だな、こっち。で、これね、配信もう一回、スマホでやろう。パソコンの調子悪いや。はい、どうもね。はい。でもパソコンの調子悪いんで、スマホからでやります。どうも、こんにちは。今、餃子焼きました。今日小麦粉ぐちゃぐちゃぐちゃこれで。じゃあ、これをガスマミでやります。焼き餃子で一杯。このようにね。ちょっと醤油かけ、醤油、揚げずつ、チーズね。醤油つけて、焼き餃子は醤油だけでいいや。醤油。食べ物は昨日買ったやつだ。ローソンセレクト。これです。これでいく。あ、どうもこんにちは。あ、ね。見てるかな。こんな感じで行こうか。はい。ローソンセレクト。こんにちは。はい、どうも。スマホからで。どうもね、ちょっと斜めってる、
それで行こうか。今日は餃子、焼き餃子で。今配信までやってますよ、配信。じゃあ餃子。崩れちゃったけどね。しょうがない。生餃子だったんだって剥がすと取れるからさ。これじゃなきゃ、じゃあこれくん。もう。まあでも餃子なわけ。焼き餃子。トレーから剥がすときに小麦粉の皮がぐちゃぐちゃになっちゃったんで、このまま。まあ。でもうまく焼けた。パリパリ。で、発泡酒。今日街中かかったらさ、ね。あ、やばい。こんにちは。今日時間ないからさ、この後もう一回明日奥多摩行こうと思うんで。毎回行きたかった。奥多摩駅は今回ね、バスじゃなくて、登山口までのバスは乗んなくて、あれ、なんだっけ、1時間着ぐらいです。六石山登って、隣の鷹巣行って、鷹巣の避難小屋で一泊して、明日か朝で帰ろう。そうね。そうね。きれいだ。ちょっとパソコンの調子悪くてね。大変だ。こっちの方か。切ろう。パソコンの調子悪くて、本当ね。でもスマホでなんとかできてる。まあ。今日配信は大丈夫かな？そうなんで、僕、うなちゃんぽんじゃないから。キャンプ好きはいろいろやっちゃうもんね、あれ。尾上さんなんかそうだね。自宅、あれ、あの人、田舎、郊外だからさ、自宅の庭があるからさ、庭でキャンプしたりね。すごいね、あれね。すごいな。小麦粉の皮がぐちゃぐちゃになっちゃう。これでもうまいね、パリパリして。今日は焼き餃子、崩れちゃって焼き餃子です。クロコロさんどうもね。大丈夫よ。さっき生餃子だったからね。まあ普通生餃子の上にさ、2割引きの上に昨日買ったやつだったからさ、昨日おとといか、25日賞味期限だったからね。そんなわけで、それ25日賞味期限、賞味期限からもう2日経ってるからね。そんなことあって、小麦粉の皮がね、ぐにょぐにょになっちゃったんでね、剥がすときにこうなっちゃったんで、そのまま焼いた。で、まあ食えるからね。あ、こんばんは。やっぱでもね、これ置いちゃうとダメだよね、あれ。全然剥がれないの、あれ。トレーか。だから、剥がすときがもう団子みたいになっちゃってね。でも、しょうがないんで、このまま焼いて。そうね。まあ食えればいいか、別に。もう失敗したらちゃんと食うからね、僕はね。そうよ。明日も追試行くぞ。あ、まあ見極めんだけど、マリアとね。すごいな、ほんとね。明日奥多摩行こう、むつ石、鷹の巣登って通って、で、鷹の巣の避難小屋で一泊して、で、明日また峰谷で降りてバス乗って帰ってきます。だから一応バス乗んない、多少交通費安い、今回はね。こういう予定ではね、一応奥多摩駅からむつ石山の方に歩くからさ、あれ雲取りだったらね、最初から鴨沢までバス乗っちゃうからね、その分かかっちゃうけど、今回はさ、六石山までなんで、最初から奥多摩駅から歩いていくから、行きのバスがない分、多少は
安く行きますね。で、今年ね。楽しみだ。前から行きたかった。前はさ、インプトの鴨崎に鴨沢までバスで行って、今年のお盆休みかな。で、七水島で一泊した後、天白ね。で、次の日、水場のどっかでさ、あれ、高野の信濃山まで歩いたんだよね。それで一泊したんだ。今回じゃ反対側だね。膝はだから治るもんじゃないの、僕。軟骨板は割れちゃったの。しょうがないの、軟骨板は。割れちゃったら治るもんじゃないから。膝、軟骨、あ、半月板、半月板。膝の半月板はそうよ。半月板損傷しちゃったらもう騙し過ごすしかないわけ。感謝無理だから。じゃないですよ。同じ服よ。だって仕事中は作業服だから、あんまりずっと一日中着てるんじゃないもん、これ。ほとんどね、だって職場で交番だから作業服が一番長いと思うんで。ほとんど通勤だけできちゃうから、この服。そんなね、汚れてきてね。磨くよ、大丈夫よ。いつも同じ服って言うけど、最近は着てんのって。通勤でしか着ない服なんで、この家でしかさ。あ、圧倒的に職場の工場で着てる、作業服の着てる時間長いから。あれは毎日洗うよ。だからこういう普段着てる服はさ、アウトドアの飼っていたら洗うけどね、大体。まあ、もっと基本的には他にも洗うけどさ。そういう毎日洗うのは作業服ね。ずっとね、何時間も着てるからね。もう10時間以上するかな。十何時間する。だから毎日は作業服洗うけど、普段着はさ、こんなもん。着てる時間ほんと短いからさ、だからまあそれは変えるのは少ないよね。分かった、そういうことよ。あれだから明日休みだしね。まあね、でも休みじゃないと食うけどさ、ね。でも香ばしいことだからさ、大丈夫よ。とこれで一本。楽しみだ、奥多摩で。そうよ。やっぱ小麦粉なパリパリだと無理だ。小麦粉系ってさ、全部そう、揚げ物もそうだもんね、所詮ね。唐揚げだってこれも小麦粉のだもんね、あれね。小麦粉がパリパリだと毎回いいんだよね。そうだね。鼻血がしない。パンツは履くけどね。そんな感じ、寝巻き。でも一番長いのはさ、作業服だからさ、工場にいる時間が一番長いからだいたい。自分じゃ分からない。僕の体臭は僕としか言いようがないで、体臭なんかさ。今年前だ。でも、ローソンセレブス意外とうまいよね、これね。ローソン。トップバリューが美味しいかもしれない。トップバリュー。トップバリューがうまい。飲みな。お嫁さん、惜しいね、可愛い子。かわいいお嫁さん欲しいね。石野真子ちゃんみたいに、もう若い女の子。今日は短いけどね。足ります。大丈夫。ダメか。洗おうね、毎日ね。足ります。多分この後町田帰ってまた来ると思うんでね。 今日はさ、今日の場合はこの後町田帰るからさ。
次の週、休みの日で奥多摩行く場合は、やっぱり、八千代だから、ちょっとね、ちょっとつらいんだよね。八千代って都心から40キロ離れてからね。こっから40キロ。ね。だから都心に出るだけでも1時間ちょっとかかるんだよね。それで奥多摩、なおさらそっから郊外だからね。だからね、つらいんでね、抹茶から幸せのないとね。だからその中で、鳥獣に抹茶帰って。シャンプーだから、シャンプーは使わないで、石鹸を使ってます、石鹸。要は石鹸で頭洗ってます。そうよね、やっぱ。野球台からね、送って幸せ乗っても、幸せ、野球台の幸せ乗ってもね、6時ぐらいするじゃん、むずいじゃん。まあ、気がつくな。テント今回、ツイルトで行こうと思うんです。ライペンアライの一人用のワンロングのやつ、一人用のツイルトで行こうと思ってって。あれ、あそこは、あそこなんだっけ、テント場っていうか、あれ、シナン小屋も、この間一回行って分かるか、分かってるんでね、あれ、鷹の巣のシナン小屋のとこね、あそこ。あそこも別に建てるんで大丈夫。大竹の間は普通にいつも通りね。だからさ、帰んないとさ、今日、土日とさ、外出していないからさ、やっぱり今日顔出さない、あれ、あちらになっちゃうから、あちら防止ってこともあって、じゃあ最後の餃子。最後、これで最後ね。渋谷行かないな。もう。もう両親もう死んじゃったからさ、誰もいないんだ、ここ。だから行かない、なるべくこまめに帰んないとね、あちらになっちゃうんで。これから電車、最終、まあ、八千代台からだとね、11時17分だっけ、あれ乗ればね、待ち合わせするからね。45分ぐらいなんだけど、あれはね、もう高砂止まりだからね。でも高砂まで行くの。ああ、分かった。じゃあ、まあ、崩れちゃったけど、焼き餃子と、ローソンのこの、ホット、あれ、プライベートの発泡酒でした。じゃあ、今日はこの辺で。では、またね、おやすみなさい。これから電車よ。では、またね。また明日。帰ったよ、だって、明日休みなんでさ、土日休みになったんで。奥多摩行きたいんで、奥多摩行くのにさ、焼き肉台からだとちょっとね、間に合わない、つらいんですよ、焼き肉台から行くにはね、時間的にね。10だって、これから電車乗って帰るから大丈夫。逃げるんじゃない、行くって終わるので、また、おやすみなさい。頑張りますね、またおやすみ。